朝刊チェック三月一日配信分です。五秒前、四、三。おはようございます。時刻は六時四十三分になりました。朝刊チェック始めてまいります。三月に入りました。大谷翔平さんの結婚が大きな話題になっておりますが。ただまあ、や。 やっぱり日本の代表するニュース番組がこれをトップに持ってきて、そして政治倫理審査会のことを後に持ってくるっていうのは、どうも私、納得がいきません。はい、NHK ニュースウォッチ9、冒頭5分間にわたりまして、大谷翔平選手の結婚を取り上げ。 その後、政治倫理審査会は2番目の扱いだったそうでございます。皆さん気になるかとは思いますが、私、皆様の NHK とは違いまして、私の長官チェックでございますので、私の価値判断でこちらのニュースからお届けをしてまいります。当然だと思いませんかねえ、ええ、申し訳ないですが、受信料ペイヤーといたしましては、私は納得しておりません。 さて、岸田総理大臣の政治倫理審査会のお話でございます、えー、皆さん、ご覧になりましたでしょうか、まあ、一応僕も流すのは流していたんですが、まあ、同じようなことを繰り返しずっと言ってたんで、えーまあ、時間ほど中身はないなという感じですね。 読売新聞は、もうさすがに今日買いませんでした、あ,あやつらは昨日のあの精錦糸の岸田さんの話を聞いて、その改革に取り組むんだっていうことを、あの一面の見出しにしております、あの自民党の広報誌でもあんなに意見シャーシャーと、昨日の話を聞いて、改革に取り組む自民党をより良くしていっている。 国民の信頼を回復のために火の玉になって、一,一丸となってやってるっていう見出しは、さすがに恥ずかしくて、ようつけないと思うんですね。自民党の機関紙であったとしても、えー、それ以上のことをしていますね。まるで統一教会の機関紙が、反白者のことをマザームーンと呼んでいるような、そんな感じの本日の読売新聞でございますよ。 自民党の裏金事件、裏金事件じゃなくて、裏金問題って書いてますね、毎日新聞もね、岸田総理自民党総裁は、昨日の衆議院政治倫理審査会、成林審に現職の総理大臣として初めて出席し、総理在任中は自身に関する政治資金パーティーを開催しないと述べた、まあ、これは後で出てきますが、追い込まれてそう言わざるを得なくなったっていうのが真相でありまして。 しかもまあパーティーは開催しないと言ったとしても、勉強会ならやりますぜという抜け道は用意されているわけですね。ただ、肝心の安倍派における裏金作りがいつから始まったかなどについては、確認できていないと述べるばかりで、実態解明につながる説明には至りませんでしたというものです。 で、まぁ、あ、長いものなんですが、後でまあ貼り付けておきますので、ぜひご覧ください。ちょっとね、この、用紙は、毎日新聞まとめてくれてるんですが、4面にね。えー、どうも、うん、まあこれはちょっとまぁ、あ、まあ難しいと思います。難しい。あの、昨日の岸田総理の薄っぺらいものを、一言でまとめるっていうのは、まあ。あ 飛んだ茶番を聞かされましたということなんですけど、もう本当に持った湯飲みをパッタと落とし、小膝叩いてにっこり笑えない、さて皆さんというお話でありまして、今日もさすがに岸田、ああ、でもどうかな、大谷さんの話がどこまで伸びるかによって、政治に審査会の話をどれぐらいやるか分かります、さすがの浜村さんでも取り上げるんじゃないかなとは思いますが。 毎日新聞がまとめております用紙ですね、成倫審での岸田さんの発言の用紙、でまあ、まあこれをやることによって予算案が今日う、えー、委員長職権で衆議院の予算委員会で採決されていくという、まあ、国会の日程上のテクニカルなところはあるので、まあ、それは一定の評価を受けるといや、いえますし、えー、田原総一郎さん ちょっと、ちょっとまあ、ねまあ、皆さん、もうぼケてきてるって言ったりしありますが、まあ、確かにまあそれは否めないところはありますけどあの、岸田さんが出てきたことを褒めてはりましたわ、うん、まあ、ち,ょちょっと残念やな、えー、無難な内容だったが、よく出席したと思うと、えー、岸田氏の誠実さは評価したいというふうに。 書いてまして。うん。まあまあ、あの、そういう評価があるのは分かってますが、はい。僕はまあ、すみません、田原さん、反発するようですが、僕は評価しておりません。まあ、出てきたということの評価はまあ、分かります。おっしゃってることは分かりますがえ、それよりも評価できないところをちゃんと言う方が僕は大事だと思うので、弱敗者ではございますが、はい。えー、まず、総理の弁明がありまして、その後、質疑になりました。 まず総理の弁明です。自民党派閥の政治資金問題をめぐり、大きな疑念を招き、政治不信を引き起こしていることに対し、党総裁として心からお詫びいたします。なぜ、何かがおかしいと思いながら、 長年続いてききたた不記載ののを是正でななかったのかっぜ政治資金の収支を明確にする当然のルールすら守られなかったのかそして、なぜ問題が生じた際に政治家自身の責任が十分に果たされていないのかこの原因について政治は 特別なものだという特権意識があったとするならばあ、特権意識を是正し、政治家も当然の責任を果たす改革を進めていかなければなりません。政治の信頼を回復するため、私自身、先頭に立って、前例や慣習にとらわれることなく、 改めるべきは改めていく。自民党は自らを変えなければならない。私自身、自民党改革、政治改革の先頭に立つ所存でございます。えー、和尚鷲尾栄一郎君。はい、自民党の鷲尾でございます。総理、本当に、もう本当に素晴らしい、自ら、 昨日までそんなことがあるなんて我々も誰も思っていませんでした。しかし総理、そして党総裁として、えー、このような形で弁明に立たれるという、この本当に素晴らしい、えー、我々自民党議員も一人一人が襟を正して、えー、やっていかなければならない、本当にもう素晴らしい、素晴らしい総裁、えー、ファザー、ファザームーン、 うんと言ってもいいぐらいの、もう、岸田万世、えー、でございます。で、えー、政治家が秘書に責任を押し付けるようでは、信頼は成り立ちませんね、ということも一応聞いておきます。一定の悪質な場面では、会計責任者のみならず、政治家本人も責任を負う、 法改正を行うことが重要だ。重要だと言っているのは必ずしもやるという話ではなく、重要だという以上でも以下でもございません。重要だと申しているわけであります。自民党もこの問題のその重要性をしっかり認識し、 法改正を今国会のうちに実現できるよう、作業を進めるということでありまして、作業を進めてもなかなか進まないこともあるわけでありますので、重要であるということと、必ずしも今国会で成立するかどうかにつきましては、それは分からないわけではありますが、作業を進めるといううに述べるにとどまっておきます。 立憲民主党野田義彦君え、裏金に関わった議員の処分を党として考える時期ではないんでしょうか。説明責任の果たし方や事実の状況も踏まえながら、党として処分をはじめとする政治責任を判断してまいります。ですので、えー、政治責任を判断するということでありまして、 えー、処分をはじめとするということですので、必ずしも処分をするということを明言していないわけであります。はい。えー、総理は2022年に7回も政治資金パーティーを開いていますよねと。大臣規範もあるじゃないですかと。それは総理大臣が守らずに7回も政治資金パーティーを開いている。えー、先般予算委員会でそれは尋常ではないと申し上げましたら、あなたそれを勉強会だと。 開き直りましたね。パーティーと言わずに勉強会だと言いました。ごまかしではないでしょうか。えー、総理就任前から続けている勉強会であります。まさか総理大臣になれるとは思っておりませんでしたので、まあ、他の候補が倒れていった中で、まあ、より まあ、四人の中では一番イケメンで、えー、誠実に見えると。 腹黒くても清廉潔白に見えるというのが私の聞く力よりも私の最大限のメリットでありまして、まあ、総理になってしまったわけであり、もちろんなりたかったわけですが、ですので、この政治資金パーティーにつきましては、就任前からのものですので、たまたま総理になったからということであります。 大臣規範にある国民の疑念を招く者には当たらないと。ただ、ここの主語は国民でありまして、国民が疑念を抱いていると言っているのですが、私が総理大臣として当たらないものは当たらないと決めつけているわけであります。まあ、ゆえに、毎日新聞では14%の支持率しかないわけでありますが、 たとえそうであったといたしましても、国民の疑念を判断するのは私でありまして、ルールブックは私。マスコミにオープンのするかしないかも私の紫三寸ということであります。野田、野田君、え総理としての内なる批判はないんですか、えー、総理として、 え、内閣としての務めに全力で取り組み、責任を果たしてまいりました。国民の皆さんがそうでないと思われたといたしましても、アメリカに尻尾を振り、え、中国に気を使い、責任を十分に果たしてきているわけであります。これはもちろん、木原誠二君の助けがあってこその話であります。政治資金パーティー等が、 総理の職務に影響を与えたとといいうことはございません、えー、そのことははっきり申し上げておきます。つまり、えー、さっき会った人のことも忘れております。統一協会と会ったとしても、それはその時にすぐに忘れてしまうわけでありまして、えー、政治資金パーティーで2万円ぽっちのことを 献金、いや、献金ではございません。パーティー券を買っていただいたぐらいのことで、私の政治信念が動くわけもないわけであります。まあ、指摘はしっかりと受け止めた上で、今後については適切に判断をいたします。適切に判断でありますので、パーティーを続けることを適切と思えば、それも適切であります。適切に判断するということであります。 総理、去年十二月にですよ、政治資金の話がもう去年の晩秋十一月頃から出てきていたにもかかわらず、十二月、東京都内のホテルで予定しておりました、岸田文雄と国政を語る会。やろうとしていましたね。まあ、それを延期しました。まだやろうとしてるんでしょうか。え指摘も前、まあ、適切に判断いたします。あくまで適切に判断するとしか言っております。やらないと、明言できないんでしょうか。 えー、総理として、えー、パーティーを開催することは今は考えておりません。あくまでそれはパーティーですので、勉強会とパーティーは違うわけでありまして、パーティーと私が言うものは必死しませんということは重要だ、えーいや。総理として、うん、在任中やらないと言ってください。 結果的に在任中はやることはないと考えております。このように追い込まれてしまったわけであります毎日新聞はその横の社説で何のために出てきたのかという非常に総理大臣に対して失敬な見出しの社説を書いております。このパーティーにつきましても追及されてようやく 今後、総理在任中は開催しないことをしぶしぶ受け入れたと書いております。全く失礼な社説であります。私ほど綺麗な、クリーンな、オープンなあー総理はいないわけでありまして、唯一無二の存在であると思っております。えー、在任中はあーパーティーをやることは考えておりませんが、日々これ勉強。 業界なら OK でございます。公明党、小清水圭一君、えー、総理あの、不透明な政治資金を一掃するための第三者機関による監視などを、公明党は提案をしておりますが、問題意識は自民党のそれと重なっております。さすが公明党さんでございます。小さな声を聞く力の公明党、そして聞く力の私。 えー、この事項がタッグを組み、これからも日本を支配していくという、その決意は重要だと。えー、共産党、国田君、いったい裏金のシステムは、ですね誰が何のためにいつから作ったんでしょうか、あのー、森元総理、あのおっさんからちゃんと確かめたんでしょうか。えー、自民党による聞き取り調査の中で、 森元総理が直接関わったという発言があったとの報告は受けていないことは重要だ、ねばならない,いべきであるということでございます。え国田君 あの今日ずっと聞いてますけども、総理の答弁というのはです、ね、まあ、自民党の調査の,あの、もうとりあえずやっつけのあの調査の報告書の内容、なぞってるだけじゃないですか。捜査権限もない中での聞き取り調査、すべて実態が把握できたのではないものと思いますが、当初の再発防止策を考える上えで、聞き取り調査は意味があったものだと思っております。 まあ、てなことでした、ねえー、あのもう本当に同じこと、誰が質問をしても同じようなことを聞いておりました。で、まあ、も、まあ、ちろん国会の品位とかっていうのも大事だとは思いますけど、それじゃ納得できへんでしょうと。まあ、あの、内閣記者会のへたれへっぽこ 若い記者たちがカチャカチャキーボードを打つためだけに言っている会見もそうですけど、やっぱり納得できないことを国民の立場に立って、ですね納得できへんのですよそそれで、それで言うてるつもりになってるんですかと言って、まあ、その質疑の中では、相手を怒らして、それは失敬なものの言い方に、 一部あのそう、そういう規範に縛られてる人からしたら、目上の人に対して失礼やっていう言い方はあるんでしょうけど、でもまあ、どっちが主権者やっていう話なんでね、国民が主権者でありますので、まあ、我々は1億2千万分の1しかあらら見てもらえませんけれども、しかし、唯一無二の主権者でありますから、唯一無二というか、えー、我々が主権者なわけでありますから。 だからあそのその、その気持ちをぶつけていただくのが国会議員であり、えー、記者証を持って官邸に入れる人たちの特権だと思うんですけど、まあ、まあ、ほんまに、えー、なんじゃっていう感じです。だから、田原宗一郎さんが、まあ、誠意は伝わったって言いますけど、田原さん、誠意って何かね、ねえ。 さて皆さん、どう思いますか、ね浜村さんは今日う、同意ありますでしょうかね、まあまあ、分あのあと1時間後、大谷翔平さんの話から始まるとは思うんですが、もうあと1か月ですからね、ありがとう、もうね、月曜から金曜までは、さて皆さん、聞いてください。昨日国会で 政倫審これを難しい言葉で、政治倫理審査会と申します。岸田総理大臣は準備万端自動車道で、え倫審に臨みまして、まあ、えころ持ちでえ喋ってはりましたけれどもね、私が聞きます分には、まあ、何を言うて、やば橋、 というような内容だと、まあ、小森さんなら言い張るんでしょうが、まあ、軽い殺意を持ちながら、小森さんの話も聞いておりますけれども、まあでも、うどん屋の窯ですかあ、あるいは有馬温泉ね、ね、えー、言うだけという、そういう内容でありましてね、うん、何を言うやら、みかんやら、あ金管マスで測るやら、 ああ、そうですね。うん、ただまあ,あ、野党の方にも問題がありまして、野党の方にも不記載の人がいるわけですが、まあ、笑ってごまかせ自分の失敗、えー、しつこく責めよう他人の失敗、えー、さて皆さん持った湯呑みをパッタッと落とし、小膝叩いてにっこり笑うと、 ままあまあそんなふうに、そらく浜村節でおっしゃるんじゃないかなとは思いますが、この後もいくつか、自民党政治家に関しますニュースを並べますけれどもね、まだオープニングまで行ってませんが、大谷翔平よりもこっちのほうが大事だと思いますんで、本音と建て前という言葉がございますけれども、まあ、 昨日行われた政治倫理審査会、あるいはその政治倫理審査会の開会をめぐる、えその、二点三点のドタバタ劇ですね。あれは、要は本音と建前で言うと、建前の部分でのお話であります。で、いや、建前は大事だと。おそらくその建付けですから、大事なんですけど、ただ、本音のところがどこにあるかというと、この、 一連の数ヶ月、あるいはこの数日の動きを見ておりますと、本音のところは、何をぐじゃぐじゃ言うとんねん、マスコミは、野党は、パヨクは、はリベラル金はかかる、言っとらへんけ。分からんやんちやらな、お、ま、前、あ、ら。 俺らどんんんだけ苦労してて政治家にななってると思てんねんな頭下げたないところにも頭下げて宗教のとこにも行ってバーベキューもやかなあかんしええー、握手もせなあかんし便所から出てきて手洗うてへんかもしれんやつとニコニコ笑ろて握手せなあかんねんぞほんまにもうコロナのつったら取らずねんほんまにあどうもすみませんもうはいあの頑張りますってみたいな。 そっちがまあ本音であるということが透けて見えると私は思うんですけど、マスコミオープンという言葉はまは、今回、新しく作られまして、ですねえ今年の流行語大賞にはおそらく出てこえへんと思うんですけれど、オープンマインドなまあ岸田総理がですねえマスコミオープンにしてくださったわけですが、非公開でないと出ないと言ってた人たちが、要さんいるわけですね。 フラッシュが伝えております、えー、おととい、つまり昨日の政治理審査会の出席を前に、岸田沙織はマスコミオープンの下で説明責任を果たしたいと述べました。これを受けて自民党安倍派の幹部も追随することに追い込まれました。 28日、安倍派の高木前国会対策委員長は、総理官邸で、この成林審全面公開での開催を受け入れたことについて、このように言いました。説明責任ということなら、オープンの方がいいかな、と判断しました。ええー、当初、 あたがたは非公開開での開催を希望ししていましたよね総理総理がマスコミオープンって言ってオープンの方がいいかなと判断したとおっしゃるんですがおたくらクローズの方がええって言ってはったじゃないですかと原則は傍聴がないわけだから原則で進めてきました。 はい。原則非公開で傍聴ないということで来てたんで、だからそうしてるだけの話じゃないですかと。で、総理がオープンするっていうことについては、びっくりしたって言ってます。びっくりしたやっぱり、説明責任とか国会の状況を見ると、オープンでやるべきだな、ということは、思っていた。 思ってたんだそうです。オープンでやるべきだと、高木さんはパンツかぶりながら思ってはったそうです。パンツ盗みながら思ってはったそうです。びっくり、びっくりしました。びっくりくりくり、くりっくりです。オープンでやるべきだと思ってたんだけど、これまでの原則が膨張なしだったので、えー、だからクローズ、クローズという言葉は使わないですが、 傍聴もなしでということを言ってきただけで心心ココ持ちの中では心ココ持ちの中では高木さんオープンにすべきだとずっと思ってたそうですならばまあどのようにしてパンツの話も全部オープンにしていただきたいのですけれどもね、まあ、そんな人らを選ぶ、えー、福井県民、えー、そして森さんに寄りかかっている北国新聞、えー、石川県民 えー、もう本当にもう北陸どないならど,のどうしてるんですか本当にね、えー、いやーオープンでやるべきだと思っていたんだそうですうんー <laughs> ならばならば萩生田君萩生田君バーベキュー焼くのは誰か他の人がやってくれるから君も一緒に出ようよと高木君の力では萩生田君もあの。<laughs> 出してきはったらいいんじゃないかなと思うんですがまあすごい後出しじゃんけんですよねびっくりですよね、ええ、えアホちゃうかいいんじゃんほいパーですよねもう本当にねいや,いやパーバーはこ,これをパーって言ったんであって高木さんをパーって言ったわけじゃございませんけれどもね いやーぬすっとたけだけしいとはこのことでございますね。そして、7時10分です。まあ僕、僕の他人の浮気は本当にあのどうでもいいんです。はい、あのどうでもいいことにしたいです。はい。広瀬めぐみさんでございます。えっ、ー、と、岩手のめぐみ、えー、なんかねあの、農産物みたいですがね。 えー、道の駅の農,農産品を売ってるとこみたいですね。えー、岩手の恵み、広瀬恵み。はい。あのー、見張りました、ホームページ。岩手に恵み。岩手の作り力を伸ばす。岩手の人の力を引き出す。自民党岩手県参議院選挙区第一支部支部長、広瀬恵み。私は日本、岩手のすべての人に、 とって、住みやすく、安心ができる場所になってほしいと願ってきました。男性、女性、若年、老年、関係なく、すべての人が希望を持ち、生き生きと仕事をして、学校に通い、歌舞伎町のラブホテルへ行き、衣食住の心配をすることなく、レストランで食事をし、手を握り、歩き、安心して、写真週刊誌の カメラに怯えることなく、毎日を過ごすことができる。そんな社会を作りたい。それが私の夢です。私は11歳の時に父親を病気で亡くし、私を含む3人の子供は母の女で一つで育てられました。そして私たちが育っていく上で、周りの方々のたくさんの助けや支えのおかげで、今の私、そして兄弟があると思っています。そんなことは、カットの間には忘れていました。 そんな子どもの頃からの経験が胸に刻み込まれているからこそ、私はさまざまな困難を乗り越えている方や、辛い立場にいる方々のお役に立ちたい、そう強く思うことになりました。「週刊新潮」や「週刊文春」に追いかけられ、家族に黙っていたあのこともこんなことも、白日のもとにさらされ、そして世間から後ろ指を刺され、仕事を失い、裁判に、裁判もやらなければならなくて、 そんな辛い立場のいる松本人志さん、田村健二さん、岩橋さん、そういう人たちのお役に立ちたい、そう強く思うようになりました。これまで弁護士として21年間、夫が弁護士でした。面白そうだなと思って受けたら、とおりました。司法試験、司法修習生を経て弁護士になりました。虐待やいじめをなくす運動、活動、 高齢者の方々の財産保全、女性の社会的自立を支える活動など、日常生活を支える活動を行ってまいりましたが、これからはより一層幅広く社会の皆様方へご恩返しをしたいと考えました。そのために自分ができることは何かと考えたとき、自分一人の力ではできない。これはもっとグローバルに、世界の目を持って、はるかカナダの人にも話を聞いて、そして一夜を共にして、 考えるべきだと思いました政策や法律の立案を通じて、より良い社会をつくることができる政治の道に進むことを決断いたしました。そして、鈴木財務大臣、茂木さんにもお世話になりました。今、日本には人口減少、地方の過疎化、経済的格差と貧困、子どもの教育格差など、喫緊の課題が山積しています。これらの問題を一つ一つ、 慎重かつスピーディーに解決するため、これまで培ってきた法律の知識を活かし、多くの方々の生活を守ることができるよう働いてまいります。ですから、歌舞伎町のホテルから、前の日の来たもののままで、赤いベンツで、また国会に参りました。働いてまいります。岩手の成長なくして、日本の発展なし。 岩手の力を発揮するため八つの安心を約束します。感染症対策の安心、復興の安心、医療の安心、働き方の安心、教育の安心、災害対策の安心、気候の安心、そして国防の安心でございます。私、広瀬恵、盛岡市の中央通り生まれでございます。中央通りというのは、あの、 駅のバスターミナルのあるところからまっすぐ行って、川を渡っていく、途中左側においしい、冷麺のおいしい焼肉屋さんのある、あの通りを中央通りというんでしょうか、弁護士として21年間、虐待やいじめをなくす活動、高齢者の方々の財産保全あ、などなど書いておりますね、重複しております、そして最新のブログ。 2月29日、昨日のデイリー新庄ウェブ版及び本日発売の週刊新庄の報道についてということをすぐさま私出しております。令和6年2月29日、参議院議員広瀬恵、ちょっと右肩上がりの実質のサインがございます。えー、右肩上がりにこうなっているというのは精神的にどういうことなんでしょうか。この度は、 私の不徳の致すところにより、多くの方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましてしまったこと、まずは深くお詫び申し上げます。昨日のデイリー新調ウェブ版及び本日発売の週刊新調で、私の交友関係についての報道がなされております。あ、交際関係、失礼しました。私の交際関係についての報道がなされております。 岩手で私を支えてくださっている方々の信頼を損ない、ご迷惑をおかけしてしまったこと、家族の信頼を裏切り、辛い思いをさせてしまったことを心から謝罪申し上げます。また私の軽率な行動により、皆様に不快な思いと不信感を与えてしまい、本当に申し訳ありませんでした、ございませんでした。今後は、 家族を大切に、また応援してくださる皆様の信頼を回復できるよう、なお一層努力を重ねてまいりますので、どうか引き続きご指導、ご鞭達を賜りますよう、心からお願いを申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした。 令和6年2月29日参議院議院員広瀬恵でございます、はい、いやまあまあ本当にあのど,ど,ど,このどこのドイツ人とお付き合いなさろうがあるか、カナダの方とお付き合いなさろうが、あサックス奏者なのか、サックス校舎なのか、知りませんけれども、それはまあ本当に私はどうぞあのあの、あなたの人生ですからいいんですけれど、もう良い周到、準備されてたみたいですね。 えー、しかしまあまあ多分このことはそんなに大きくはならないんでしょうそれは別にあの浮気がいいっていう話ではなくって、えー、その広瀬めぐみっいう人があの松川ズ・るさんとエッフェ・ルい等にいお見に行ったっていう時の写真に写ってたということもみんな <laughs> 気がついてませんでしたんで <laughs>、えー、ですね、えー、なのでまあ多分うん。 まあそんなこともあったねっていうぐらいになるんでしょうね、で、イ心頑張ってはりましたが、まあ、でも僕もあの何度も言いますがあの、あの隠し撮りをして追いかけてるっていう根性は、あゲスですね、やもう僕もゲスだって言っていただいて結構ですけど、あの本当にゲスだと思います、えー、男女近くて遠くは男女の中あえ、遠くて近くは男女の中。 遠いのは田舎の道でしたっけあの浜村さんでいうとね近くて遠いが近くて遠いは田舎の道でしたっけうんそれをねなんかベかべちゃべちゃしてるところを横で「閉めた!」と思って撮るカメラマンのココン,コロ,コンコロ持ちは <laughs> ゲスやなとは思いますけどね七7時19分。 えー、99のセクハラ行為を指摘されました小島町長、心が折れたとして、辞職いたしました、もう、はい、えー、5月までとか言ってたんですが、もう、もう心折れましたと、みんなから電話がかかってきて、いろいろ言われましたけど、もう、もう心が折れましたと、頭ポンポンっていうのがね、<laughs> はい。 えーまあ、これもね、それはまさに被,被害者の側からしたら何年前でも腹も出すでしょうし、えーねうん、それがあのトラウマになるというようなことも当然あろうかとは思います。ただ、まあお尻触る、お尻触るとか抱きつくとかっていうのと違って、頭ポンポンというのが五、ま、感、あと,ね、としてちょっと、まあ、新しい言葉でもないんですが、<laughs> 頭ポンポンという。 男にはしてへんかったやろっちゅう話ですからね <laughs>。やっぱりやってんねやったら頑張るよって意味やってみたら男にもやっぱりもうあの頭ポンポンはしとかへんかったらあかんかったと思うんですが心が折れたということで、えー、おやめになりました。えーえー、3月5日にやめるわ。やめる。 と言ってたんですよいろんな人から電話もらって、心が折れた、それだけのこと、もう本当にガッツがなくなった、ガッツがなくなった、さすが、さすが、東海地方ですね、ねええー、東海ラジオ、ガッツナイター、はーい、ドラゴンズナイターじゃなくて、ガッツナイターですからね、本当にガッツがなくなった、本当に疲れました、儀南町の人怒ってますよ、こんなことで岐南町っていうね、まあ、岐阜の南やから岐阜にあるんやろうなとは思いましたが、 岐阜県の地図出されても、まあ、どの辺にあるのかよ知りませんけど、えー、山口県の阿武町まではね、私、行きましたけれどもね、うんえー、こんなことで全国に名前が広がるのは、大変あの腹が立つと、その町民の方はおっしゃいますわ。自分でしでかしたことやで、仕方ないと言われれば仕方ないけども、やっぱり心折れるよ、もう議会には出ない。で、えー、明けてきのですね、えー あのもう辞職しました家族奥さんに辞めるってことを伝えた時にはもう分かってたみたいな感じだったもんで家族のことを言われるとちょっとあれですなその前の日も泣いてましたもんね家族で耐えてきたと思いますご苦労様でしたと言ってくれましたはい、まあ、何の気なしのご苦労様でしたでしょうが ご苦労様というのは目上の人間から目下の人間に言うことなので目上の人にご苦労様でしたは言えないんですね部下が上司にあちょっとじゃあ俺先帰るからあ部長ご苦労様でした俺言わないですねはい部長が部下に対してご苦労さんこれは OK はいただ小島さんの家は多分奥さんが格上で <laughs> 町長は隠したということなので、奥さんはご苦労様でしたっておっしゃったんかなと思いますけどもね。はい。えー、朝9時半、町長室に着きますと、辞職届に名前を記入し、受理されました。24年間のことがあっという間に走馬灯のようにパパッと来ました。これを引きずってはいけない。町民の皆さんに多大な迷惑をかけました。最後はこういうふうになりましたけれど。 本当に皆さんには感謝しかありません。今後政治に関わることはないと思います。家族と共に過ごしたい。そんな家族でよかったですね。理解してもらってね。まあどうですかね。職員に対して迷惑かけた職員に対して申し訳ない。一生懸命頑張ってくれた職員に対して感謝しかありません。もう辞める前に、最後に、男女関係なく、全員、頭ポンポン。 してお尻出せと言ってお尻をなぜていき、そして最後は、ハグして去っていこうと思いますとは言ってませんけどね、はい、しばらくは副町長が町長を代行いたしまして、4月に町長選挙が行われる見通しであるというのが、儀南町のお話でございます。<music> えー、松山市議会議員が怒ってはります、悪意あると、悪意がある、悪意を持った報道されたらかなわんなと、えー、住所を離れ島、離島に置いておりまして、でその分、交通費が出ていましたが、松山市内にもマンションがありまして、たびたびそこから市議会に出ていっていると。 その件が報道されました。自民党松山市議団の代表を務める松本議員でございます。離党である中島か中島かどっちですかね、を自宅の住所として届けております。なので、市議会まで交通費が払われているんですね。それを費用弁償。これを難しい言葉で、費用弁償と申します。しかし、関係者が松本議員の行動を調べましたら、 松山市内のマンションからたびたび市議会に登場しておりました。記者聞きました。交通費を課題に重要していたということはあるんですか交通費ああ、費用弁償やね。課題ではないと思ってます。え、議長とはどんなお話を議長とは代表会の話です。え、費用弁償の話ではないんですかいやいや、その件だけど。返すって言ったら、寄付行為に当たるからダメだと言われてるんですよ。 悪意を持った報道されたらからいや帰りが遅なった時のためにマンションに泊まったわけで帰りが遅なった時にもう,もう船もないですからそんなん離れ小島へのそんなんね桜島フェリーみたいに24時間運行してませんからだからそのためにアパホテルに泊まるのも高いのでそれでまあ部屋借りてるというだけの話で。 そこに、そんな、その木原議員のように、デルヘルを読んで、本番行為をするなんて、そんなことはしておりませんから、遅くなった時に、あくまで遅くなった時に、マンションに泊まって、そこから行ってるという話であって、費用弁償を課題にし治療してたなんていうのは、そんな悪意を持って伝えられると困りますな、悪びれたというか、議長言ってます。精度が悪いんだ という、そんな感覚であると私は受け取りました。私たちはどうしても市民に選ばれた人間ですので、市民に対していつでも説明責任がないといけないと。渡辺議長言ってますね。はい、その通りでございますよ。うん、総理大臣にも言ってあげてください。まあ、上が上なら下が下。そんな話でございますね。はい。 以上大谷翔平さんの話をしたくてしたくてうずうずしておりましたが NHK ニュースウォッチ9それよりも大事な国民の生活に関わる国民の未来に関わる話があるのではないかなと小野さん嫌味に思う本日の朝刊チェックスタートです。 北よし、見てよし、うてよし、ようこそ天神橋商店街、天六、天小森スタジオへ。こもさん、コモリ、安則でございます。いや、まあ、本当に、大谷主演の話は気にはなるんですけどね。でも、まあ、そら、やっぱり、ね、聖忍士の話せななかんやのと。まあ、常識的には思うんですが、NHK には通じないようでございます。さて、昨日は2月29日でございました、ウルード氏。 ええー、4年に一度ではないというお話をいたしましたね。400年に97回、ええー、起きるのがうる年でございます。間違った放送をしている4年に一度っていうようなことを言っている番組もあるようでございますが、それは間違っておりますんで、ええー、まあ訂正しないでしょうけれどもね。で、えー、と、4年後の2月29日に、 メールが届くというサービスがありまして個人の方がやってらっしゃるんですがジェーン・スーさんが TBS 生活は踊るのジェーン・スーさんが4年前自分が書いたメールが届きましたとでびっくりしましたと忘れてたからっていうツイートをしてはりまして何かなと思ったら4年に1回2月29日にだけ行われるサービスで4年後誰かにメールが届くと。 いうものなんですね面白いなと思ってで昨日やりました4年後の私に対して <laughs> まあどなたかに送るっていうのもあったんですがその人との関係がどうなっているかも分かりませんのでで4年後の自分まあまあ4年後自分が生きているかどうかも分からないので未開封のままになってしまうのかもしれませんが、まあ、特別なメッセージというよりは 昨日こんなことがあったという、いわゆるまあ小学生の日記のようなことを書いて、宮沢貴一の日録のような感じでですね、何時頃起きて、前の晩に何があって、そして今日こんなことがあったという昨日の一日を書いて、4年後の私に送りました。多分忘れてると思います。あの、バーミキュラの鍋を買うて13ヶ月後に、 えー「伊勢丹から入荷しました」っていう電話をもらった時にもですね何のことかは忘れてましたからはは <laughs> えー、あの多分忘れてると思うんですけれど、まあ、4年前今から4年前はラジオパーソナリティでしたとで4年経って今年は今 YouTuber をやってますとさあ今から4年後の私は一体何をしていますかという、まあ、問いかけをしながらですねそのメールをうん、うん 送りました。4年後届くはずでございます。面白いサービスですね。はい、作ってくださった方ありがとうございます。もう今からやろうと思ってもダメです。もう4年後まで、えー、このサービスはまたオープンしませんのでね、うん。で、もうほんの数日前まで誰も分かってなかったわけでありますが、大変長らくお待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。こちらの話題でございます。 時時刻は7時30 31分分から31分になろうとしています大谷翔平さんが結婚すると発表いたしました。えー、結婚したなのかなうん。えっ、ー、と、はい、見守っていただければというので、えっ、ー、と、こちらですね。えー ただ、まあ、毎日新聞で言うと、えー、と第2社会面ですが、一面は当然、成人式の話で、で第2社会面にこのぐらいの扱いということで、いや、本当まあ、まあ、テレビと当然の新聞でニュースの扱いバリューが違うのは分かりますけど、まあまあ、こんなもんでしょう。横に、まあ、不法 中曽根美樹さんっていうね、歌手の方が亡くなったのよ,、まあ、よりは、まあ、面積としては多いですけど、まあまあさ、あの、いくら大人気のプロ選手で、まあ結婚しましたっていうのは、まあ、まあこんなもの扱いだと思うんですけど、それをトップに持ってくるニュースウォッチ9のセンスがおかしいなと思いますが、<laughs> 大陸ドジャーズの大谷翔平選手が結婚したことを自身のインスタグラムで発表しました。お相手は日本人女性。 話題となった愛犬のデコピンも含め2人1匹も力を合わせて支え合いそしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思いますというふうに言いましたまあ1000億を超える契約で、まあ、後払いではありますがこれを一緒にね、まあまあ、実はねこれまあ,あの悪意ある報道なんですが3月が一番離婚が多いらしいですね 3月というのが一番、えー、円満離婚っていう言葉もあるそうなんですが、よう分かりませんが、離婚の件数でいうと、圧倒的に、ほぼ、えー、厚生労働省の人口動態時統計によりますと、まあ、年末がちょっと、12月がちょっと高いんですが、大体、えー、2023年で、毎月1万5千組ぐらいなんですよ。 毎月1万5千組が離婚してるんですね。で、えっと、12月が1万7千件ぐらいなんですよ、ちょっと多いんですよ、グラフで見ますと。で、3月が2万2千件ぐらいで <laughs>、えー、めちゃくちゃ多いんです、めちゃくちゃ多いんです、2万1239組ですから、2万1千組を超えているんですね、圧倒的に3月が多くて。 あまあ、あの結婚したばかりの,あの大谷翔平さんにはぜひ幸せになっていただきたいもんであります、えー、羽生結弦さんのようなことにはなってほしくはないですよね、えー、羽生さんも結局あの、結婚と離婚を通じて男を下げてしまいましたからね、大、うん、谷さんはそんなことないと思うんですけど、えー、で、うんとで、相手が誰やという話ですよね。 お笑いタレント、ユリアン・レトリーバーさん、レトリーバーさん、えと、ー、こにも出演していただいた、あのぽっちゃりとした、えー、明るい女性でございますね、33歳、大谷選手が29歳、ユリアン・レトリーバーさんは33歳、ちょっと上でありますけれども、まあ、同じ世代ですね、大谷さんが結婚しましたということを言ったところでですね、えー、緊急会見というのをいたしました。 え、ご報告、緊急インスタライブいたします。えちょっと待って、明日発表ちゃうのえゆりやんもうご存知の方も多いかと思いますが、と、このように左手を出しました。そこには、結婚指輪が光っておりました。皆さん、 驚かせちゃってごめんなさい。爪切りました <laughs>。えそこかいそこかえー、み,みんな左手見せてここに指輪してたらそこ気になるやんか。詰め切りました、はいもう 素晴らしいですね。はい。あの、すぐに、すぐにやったそうでございまして。えー、これはもう本当にゆりやんさんの価値でございます。うん。まあ、他にもスポーツ選手の名前なんかが上がっておりまして、えー、念のため言うときますが、私ではないですという人の書き込みもあったりして、まあ、これが誰なのかというところで、まあ、世間は騒いでるわけでございますが、まあ、何より、僕はまあ、まあ、うん。 英語での発表が素晴らしかったなということでございますね。はい。えー、ファンの皆様へとその発表を英語でも実はしておりまして、こんなふうに言っております。はい。To all friends and fans throughout, I have an announcement to make. っていう、はい、そういう書き出しでございまして。 Not only, but also, not only have I begun a new chapter in my career with the Dodgers, but I also have begun a new life with someone from my native country of Japan who is very special to me. And I wanted everyone to know I am now married.、えー、ドジャーズで新しい人生のキャリアをスタートさせただけじゃなく、not only, but also、uh, my native country of Japan。母国である日本出身の女性と新しい生活をスタートしているんですと。 Who is very special to me. 特別な特別、僕にとって特別な人と結婚しました。皆様にお伝えします。I'm excited for what is coming.Thank you for your support. これからが楽しみです。応援ありがとうございます。というふうに言いました。でまあ、この 大谷さんに、VerySpecialToMe と言われた、これが最高ですねって、まあ皆さんおっしゃるんですが、まあさ相手が大谷翔平やっていうことでのスペシャル感は、VerySpecial、VerySpecial ワンパターンですけど、ワン VSOP ですが、そそう分かるんですけど、いや結婚ってそういうもんですよね。さ皆さんも、私も、皆さんもそうだと思います。まあ離婚されてる方もあるでしょうし、何度も離婚してる方もあるでしょうけれど、結婚しようと思ったっていうことは、それはね、 うちで言ったうちの奥さんが very special to me なわけですよそれはまあそうなんで別に大谷さんが言ったから「very special to me」は別にまあそんなそこをそんな風にみんな皆さん自分を卑下しなくてもいいんじゃないですかと「uh, you, are, you, are only, you are only one」ですからそ,れそのもう唯一無二のあなたが「very special to me」と思って結婚してあ 思う時もまあ、あるんでしょうけれど、一般論です。あくまで一般論です。あくまで一般論ですけどね。はい。not only, but also ですよね。うん。で、まあ、誰なのか、まだ、あ、今のところ分かりません。本当に。全く分かりません。うん。まあ、そんなに小出しにしなくてもいいのになと思うんですけど、しかしまあ、だ相手が誰であったとしても、 あの羽生結弦さんの時もそうでしたが、こんだけパパラッチもおる中で、記者がおる中で、結婚に至るまでのお付き合いを誰にも悟られずにやれたっていうのは、そうまあ、一個、一個、ほんそうだもの、だからほんまのありえんと思うんですよね、ありえる、ありえる、リトル・マーメイドってありえると思うんですけど、ありえないかなと思う、ありえるかなと思うんですけど。 1まあ一個可能性としてあるのは、えちょっと待って、エイプリルフールは来月だったのっていうね、大谷さん、1か月間違ってましたいやいや、あの、シーズンに向けての調整のこともあるんで、1か月間違ってましたはないでしょうと思うんですけど、まあ、どなたなのか、どうぞ、末永くお幸せに、末永くお幸せには、 どうなんでしょう、英語で何と言うんでしょうか、えー、分かりませんが、はい、あとまあいもう1個だけあ,のありえない話、7時40分、もう出ないといかんのですみません、えーと、福岡の女子中学、博多女子中学で高校の入試願書の出し忘れっていうのがありまして、学校側が出し忘れて3人が志望校を受験できなかったと。 私立博多女子中学校で公立高校の入試の願書を学校側が出し忘れて2時間後に行ったんですが間に合いませんでしたとまずは入試の行政なのでルールなのでそれはもうどんな理由があるかわきませんとで学校側はすいませんでしたって言ってまあ再発防止って言われたってもうどうしようもないわけでありますがまあまあ彼女たちの人生を変えてしまったというのはもちろんそうなんですが えー、そ,その中でもまあ新しい人生をとまあ思う一方で、これはまあまあそもそもやっぱ学校が学校がまとめて出すというところに問題があるんじゃないかなとまあ思いました。では、この辺で失礼いたします。今日はちょっとこの後京都へ午前中行きまして、えーはい、お仕事をしまして、その後長堀橋に参ります。では またまたしております年度末ですが皆さんどうぞお健やかにお過ごしくださいませまた明日インジャンでお別れすることにいたしましょう参りますはいまた明日インジャン後出しインジャングーはい高木さんならこうしてるでしょうねはいではまた明日です